そう、ふざけ文句言わないで。そっち強すぎなんだけど、これなんかその順番で取ってるのかなって 謎だったけどね、俺マジ。4人目の児玉さん、最近、はい、ニュートンのフリップにも来てるんですね。なるほど、やる気があるみたいな。そうですね、練習いっぱいしたもんがやっぱ勝ちますから、こういうゲーム、格ゲーはやはりちょっと触ってないともうすぐ忘れちゃいますからね。さあ浮き上がって、さあループ投げ、うわー、マジかー、上見てる、これはすごいぞ。そしてさあ恐ろしい、さあブロッキング取る、しっかり飛び見てくぐって唐草っていう、この最大の削りよ、取りに行ったけど取れなかったですね。まあまあ微妙でしたね、うん、全部ガードしてもゼロドットになってまたどっちでもって感じでしたね。さあ児玉さんしっかりしてる、ただ下手に生き残ってゲージ貯められるよりはみたいな感じ。まあありますね、そういう状況も。さあ空投げ、空投げうまい、おお超うまい、先端ド先端。さあ翼さんちょっとやりづらそうだな、このまとわりつくような感じで、かつ距離を離れられてもゲージを貯められてちょっと嫌な感じ。触りちょっと攻めづらそうですね。やっぱ触りに行きづらそうな感じしてますね。ただジャンプ台系がね引っかかったら分かんないんで、その辺児玉さんもケアしつつの、さあおお上り剣最大ですね。おこれはこれで分からなくなった。カラクサ取って大打ちは、これは後半でした。おーガード間に合った、あー引っかかった。さあ危ねえ、どうなる、抜けた、そこに投げてある。いいっすね、いやでも強かった強かったっすね翼さん、翼さんマジ強かった